日本沖縄県糸満市糸満山天皇から見る糸満市街糸満は沖縄県糸満市にある時、1908年4月の当初町村政施行から1961年9月まではこの区域をもって自治体糸満町だった糸満海岸糸満市中心部の旧中心市街地ペルカ金グスク前里塩崎町国吉西川町と隣接する 西川町分離前は西崎にも隣接していた。かつて存在した公共施設の多くは埋め立て地に移転し、現在は公設市場や銀行の支店を残すのみとなったが、郵便局は旧式地内に糸満新島郵便局として存続しているほか、警察署も旧式地に近い糸満ロータリーに交番を設置している。それでも、ジートマン内を通る沖縄県道256号、 富臼区糸満線や沖縄県道77号糸満与那原線の幹線道路は迂回する道路はあっても、道幅がそれほど大きくないため糸満道タリー付近は県道256号を中心に渋滞する。そのため、那覇市から市南部の南部線席に向かう観光バスは国道を避けて内陸の沖縄県道7号を3コメス線を通る。また渋滞解消のため、 沖縄西海岸道路糸満道路が開通したほか、国道や県道の拡幅、阿生と満内の市街地を迂回する大型車通行可能な道路が建設されている。このため、糸満自体はかつてに比べ陰りが見えつつあるが、周辺の埋め立て地が発展しているためその分、助けられている面もある。地内には、番地が1桁台から2400番台まであるが、 ところによっては一つ番地違うだけで別の場所だったりする場合もあるため、郵便配達や宅配便業者は頭を悩ませるところもある。また地内の住居表示は1994年に復帰前に埋め立てた西川町の一箇所のみで、それ以外は土地区画未整理地帯があるため未実施で、今のところ実施予定はない。このためアザイトマンでは1961年の 合併前の旧町域の流れで、地域内を8つの行政区に分けて、地域内活動を行っている。現在は、地区名で呼ぶことが多いが、かつては一区から八区と呼ばれていたため、現在でも一区から八区で、略して呼ぶこともある。糸満の市場かつては、県庁紛とま満村として、道紛りの一部だったが、この一帯は、解任の町として漁業が盛んであったため、1908年4月の、 当初町村制施工時に金城区村から分立し糸満町として唯一調整を敷いた。その後、港を中心に沖縄本島南部の中心として発展していった。また1923年には沖縄県営鉄道糸満線が開通し、町内には終着駅となる糸満駅が糸満小学校の近くに設置された。しかし鉄道は沖縄線で破壊され、 糸満駅の跡地には、糸満中学校が建てられた。1961年10月1日に、旧糸満町、金城区村、高根村、三和村と合併し、新糸満町となり、旧糸満町は、糸満町和在糸満となった。そして1971年12月1日には市に、昇格、糸満市となった。一町三村合併後は、糸満町、そして糸満市の政治。 経済の中心地として、さらに発展し、市役所をはじめ警察署、郵便局、消防署、銀行などが、ジートマンちに置かれていた。しかしもともと住宅が密集し、過密状態であることと、自然体の人口増加で、公共施設が老朽、共愛化したため、復帰前に、周辺の西側に埋め立てを行いに当地域内に編入した後、復帰後には、漁港拡充。 工場誘致も含めさらに北西側に埋め立て地を建設した。そのため主な公共施設は1990年代までにすべて埋め立て地に移転した。また市政施工時に漁港西側の埋め立て地に移転した。市庁舎も老朽化と国道331号バイパス建設のため2002年に南側に埋め立てた塩崎町に移転した。現在は公設市場や 銀行の支店を残すのみとなったが、郵便局は旧式地内に糸満新島郵便局として存続しているほか、警察署も旧式地に近い糸満ロータリーに交番を設置している。詳細は、沖縄本島のバス路線を参照島地域内の糸満バスターミナル、または隣の前里にある那覇バス、糸満営業所を発着するバスはすべて地内を通っている。 市内には8カ所のバス停あるが、方面別によって停車するバス停は異なるので注意が必要。括弧内の数字は停車するバスの系統番号。ありがとうございます。